シーハルクのコスプレシーハルクは、マーベルコミック観光のアメリカンコミックに登場する、架空のスーパーヒロイン。本名は、ジェニファー・スー・ウォルターズ・ジェームソン。1980年2月のマーベルコミック、サベージ・シーハルク1で、初登場した。ジェニファー・ウォルターズは弁護士として成功することを夢見ていたが、ある日彼女が起訴に追い込んだ犯罪者の部下から狙撃を受けて、 重傷を負ってしまう。彼女はいとこのブルースバナーからの輸血によって一命を取り留めたものの、ガンマ放射線の影響を受けていた彼の血液の影響で緑色の肌と耐久性、怪力を持った新春クに変身できる体質となった。彼女はいとこと違い、変身後も理性を持ち続けることができるが、反面抑圧されていた彼女本来の外交的で激しい性格が、 表に出るようになる。当初ジェニファーは自分がシーハルクであることを隠していたが、後には変身後の自分を楽しむようになっていった。その能力を悪との戦いに用い、後にアベンジャーズの一員としてシークレットウォーズに参加したり、ザシングの不在中に代理としてファンタスティック法に加わったりした。超人向けの法律事務所、グッドマン、リーバー。 カーツバーグホリウェイ法律事務所において弁護士としても活躍した。シビル・ウォーでは政府側に参加し、アイアンマンの依頼で SHIELD に協力した。私生活ではジョン・ジェームソンと結婚し、名誉毀損で自分が一度訴えた J ・ジョナ・ジェームソンの送った自分の命を狙う無人機を壊した。テレビアニメ、超人、ハルクで登場した時は、 リサゼインが声を当てていたが、第2シーズンでは、クリーサマーが声を当てていた。2013年から2014年にかけて放送された、テレビアニメ、ハルク、スマッシュヒーローズでは、メインキャラクターを務め、エリザ・ドゥシュクが声を当てた。カップコンの対戦型格闘ゲーム、マーベル VS、カップコン3フェイトオブーワールズで、プレイアブルキャラクターとして参戦し、 マリアキャナル・バレエラが声をあてた。また、これより前に発売されたアクションゲームマーブル・スーパー・ヒーローズ・ウォー・オブ・ザ・ジェムでシー・ハルクのドッペル・ゲンガーが敵として登場した。ありがとうございます。